はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けする作品は坂口安吾作明治開化安吾取物より舞踏会殺人事件です。作者坂口安吾は明治39年1906年新潟県に生まれました。本名は坂口平吾。昭和の戦前戦後にかけて活躍した近現代日本文学を代表する作家の一人です。純文学のみならず歴史小説や推理小説、文芸や時代風俗から古代歴史まで広く財を取った随筆など多彩な活動を展開しました。1955年群馬県で亡くなりました。48歳でした。明治開化安吾取物帳は昭和25年1950年10月から昭和27年1952年8月号まで小説新潮に掲載されました。連載時の題名は蝶のつかない明治開化安吾取物でしたが、単行本化に際して安吾取物帳と改題されました。勝海舟がいつも推理を外してしまうトンマな探偵の役割で登場します。それでは本文をどうぞ。坂口安吾作明治開化安吾取物帳舞踏会殺人事件、朗読その1。氷川の改修屋敷の黒板塀をくぐったのは神楽坂の剣術使い泉山虎之助。この男、時はもう明治18年という開化の時よであるが、酔っ払うと泉山虎之助立花の時康と見栄を切って女中のほっぺたをなめたがる悪癖がある。虎之助は幼少母の頃、海舟について剣術を習ったことがある。その頃の勝海舟は至って貧乏。まだ幕府には徴用されず、剣術や蘭学などを飯の種にしていた。習うこと2、3年、海舟が官について多忙になったので山岡鉄舟に預けられた。その時虎之助は今なら小学校 4、5 年生ぐらいの子供。それからずっと山岡について剣術を学び、今は神楽坂で道場を開いているが、あんまり流行らない。虎之助は勝海舟邸の玄関で塔の椅子に腰を下ろして頭を押さえて考え込んだ。これがこの男の変わった癖で、心配事があって海舟屋敷を訪れる時には玄関の塔椅子に腰掛けて頭を抱えて今更のように考え込む。そのせいで遠椅子は足が外れそうになってグラグラしている。彼の図体が大きいからだ。 4、5 分もそうしてから虎之助は思い切って立ち上がった。そこでお隣を通じる。女中が引っ込んで、代わって回収好きのおそば女中小糸が現れて、どうぞこちらへと案内に立つ。まず12畳と6畳の客間があって、ここには椅子テーブルが置いてある。旗本屋敷の頃はここが正式の座敷だ。床に川村清雄の龍の油絵がかかっている。この客間の次の駒が海舟小屋で元の書斎。南州や江東としばしば三つ葉成馬した歴史的な小部屋だ。これらを右に見て長廊下を5軒ほど行くと
6畳と8畳の部屋が今の書斎である。3畳の茶室と土蔵がついている。今日は幸い愛客がなかった。海舟の身にこもる気品が発しているが、当人あぐらをかいて口はベラン名である。トラかい、どうで、近頃剣術系は忙しいけ。父母子七人、どうやら上をしのいでおります。神楽坂に酔っ払いの辻斬りが出るそうな。おめえに似ているという話だ。めっそうもない。夫人の首っ玉にかじりついてほっぺたをなめるもんだから、神楽坂は夜の8時から夫人の通行がねえそうな。どうせなめてくださるなら隣の新十郎様にしてもらいてえと、神楽坂の娘や新蔵が願をかけているそうだ。虎が首っ玉にかじりつくな、こんにゃく閻魔が似合いだろうと、あんまのお銀が大きに腹を立てていたぜ。宦官の至りで多少身に覚えがありますが、話ほどではないようで、実はその結城新十郎殿のことで御前のご知略を拝借に上がりましたが。何か事件があったけ？まことに天下の大事件で、新聞は記事差し止め、密偵つつ裏裏に飛び、政府は目下御前会議を開いております。いつもながら虎之助の話は大きいが、御前会議は例外だ。海舟は不思議があって、どっかで戦争が始まったけ？実は昨夜8時ごろ、清少加納五兵衛が仮想舞踏会の席上を何者かに殺害されました。当夜の会には閣僚をはじめ各国の大公使、それに対馬天禄、神田正彦も出席いたしておりました。さすがの海舟も神職自弱たるものではあるが、口をつくんでちょっと考え込んだ。天が期待の頭脳、利権の冴え、飛ぶ矢の早読み、顕微鏡的心眼であるが、ことはまことに重大だ。非中の非であるが、時の政府が国運をかけて計画した難事業があった。当時の日本には工業らしい工業がなかった。たった年産1000トンの鉄工場すらもないのである。十何年も前から汽車が走り出したが、その機関車もいまだに海外から輸入している。文明の利器というものは国内では全く作ることができない。文明国の仲間入りをするには工業を起こさなければならないし、それにはまず大製鉄所が必要だ。ところが資本がない。日本の大ブルジョアは貿易とか海運とか手っ取り早く鞘の取れる事業には浮き身をやつすが、大資本を投下して設備を施し、技術の成果を集めた上で長年月の研究を重ねなければならないような大工業には見向きもしないのである。時の政府はこれを憂えて、文明国の仲間入りの手始めとしてまず大製鉄所を作ろうと決意した。資本がないから X 国から500万ポンド借りたいと考えている。500万ポンドといえば5000万ドル、今の相場なら3000億円ぐらいに当たるという大金なのである。ところが日本が大工業を起こすのを喜ばない国がある。 Z 国などがその代表だ。後日自分の市場を荒らされる恐れがあるからである。そこで総理大臣、18年12月までは太政大臣といった。その前後がちょうどこの捕り物の時期にあたっているので、官名を史実通りにはっきり書くと非中の実が知れてしまう。そこで太政大臣もひっくるめて前後一様に総理大臣と呼ぶことにする。他にもその一字によって
市中の史実が知れるという決定的な場合には、実の名刺を使わず今用の名刺を使いますからご承知ください。そこでその総理大臣は考えた。大製鉄所を国家の事業にしてやると国際的にうるさい、反官反民でも面白くない、民間人にやらせる一手であるが、幸い志を同じうする者に大聖将加納五兵という者がいた。そこでこの男の個人事業としてやらせることになった。とはいえこれは表向きで500万ポンドの借金にしても、実際は政府が担保も出し、借金の後始末万端責任を持つというはっきりした国家事業だ。 X 国は Z 国とは勢力対立し目の敵の間柄であるから、日本が工業を起こして Z 国の東洋市場をいくらかでも荒らすというなら不賛成ではない。そこで日本と X 国が密々に交渉を始めた。けれども500万ポンドといえば誠に莫大な金額であるし、目の敵の Z 国とはいえ国際間のことは微妙で、いくらの得にもならないことで他国の怒りを招くような馬鹿はしたくない。 X 国は慎重そのもので、500万ポンドはい貸しましょうとはなかなか言ってくれない。こうして半年近くも拉致が開かないうちに、 Z 国がこの秘密交渉を見破ってしまった。裏の裏まで見抜いた。そこで Z 国が裏をかいて仕返しに何をしたかというと、彼は日本に忠告したり X 国に抗議するようなことはしない。日本は X 国から紙、石油、綿紙、これが先の総理大臣の故障と同じことで、実を書くと秘密が知れるから品目の名はデタラメである。それらを買ってこれが X 国の莫大な儲けを成している。そこで Z は X への仕返しに他国から日本に安価な原料を世話した上、製紙、製油、製麺紙の大工場を起こさせようと企んだ。 Z 国がこの秘密の相談を持ちかけたのは総理大臣上泉前期の政敵で、次期政権の必然的候補者と言われている対馬天禄であった。天禄は前期の藩と対立する夕飯の代表的人物でもあった。そこで Z 国の大使フランケン、この名もデタラメ、発音によって国名が知れるからいい加減なのを選んだ。 Z 国の大使フランケンは密かに天禄を呼んで、お前に500万ポンド貸してやるから大々的に製紙、製油、製麺紙事業をやれ、原料も製品の海外市場も世話してやる、けれども政治家のお前がやるのは国際的に不埒な点があるから、表向きは事業家神田正彦の個人事業としてやらせろ、担保はこれこれだが、これはお前が総理大臣になった時公式に借款契約したような書式にしようじゃないかと持ちかけた。天禄は大いに喜んだ。こっちから頼みたい話を先方から持ってきてくれたのだから喜ぶのは当たり前である。早速神田正彦を呼んで話を伝える。神田は加納五兵と対立して天下を二分する大聖書、加納が上泉前期と結ぶに対し対馬天禄と結んでいる。この相談を受けて一も二もない。神田は天禄以上もに喜んだ。こうして両領対立するに至ったから、いずれからともなく秘密が漏れて、正解裏面の肘は
装束通の耳にも聞こえるようになり、かねて海舟も聞き及んでいた。さて、XZ 両国が対立するに至ったから、売られた喧嘩は買うのが忍者を。X 国があっさり政府の申し出に応じて500万ポンド貸してくれたかというと、そうではない。なかなかうんと言わない。この理由はいろいろと取り沙汰されて、世間では X 国大使チャメロスが、加納五兵の娘オリエ、当時18歳に終身で、総理上泉前期にその意をほのめかしたから、前期と五兵が汗水垂らしてオリエを口説き、ついに平身抵当して頼んだけれども、オリエは、おとといおいで、と学習院の卒業生にあるまじき言葉を用いて、点で問題にならなかったという。実際は X の内政が疲弊して、Z の攻勢に応じられない弱みがあったというのが事実のようだ。しかし、当時の人々は折へのせいにして、これが評判であった。その時の秘話として、次のようなことを世間では伝えている。娘っ子を口説くにも、外交談判と同じように、時々世間話などもして、打ち解けたふりをしなければならないから。前期は懐中からローマッチという秘蔵の品物を取り出して見せて、これはチャメロス大使からもらった舶来のポスポル。マッチのことであるが、日本のポスポルと違ってどこでこすっても火がつく、西洋でも甚だ珍奇なものだと言って、一本を織江に与え、一本を自分の靴の底で吸って点火してみせた。まあ珍しい品物、ちょっとおじさまと、織江は目を輝かせて椅子を立って進み出ると、あっと驚く前期のハゲ頭を片手で押さえて力いっぱいマッチをこすった。織への期待に反して火がつかないから、あら嘘つきねと言って織へはマッチを投げ捨ててしまった。前期は雷大臣と呼ばれて感触持ちで有名であったが、ここぞ肝心のしどころ、ローマッチに一文字を引いたハゲ頭に湯気も立たせず、にこりにこりと笑ってみせたという。交渉は停滞しているとも伝えられ、クブクリンまとまったとも伝えられている矢先であった。加納五兵が殺害されたというのだ。しかも自邸の舞踏会で。五兵自邸の舞踏会というから、あるいはこれも例の趣旨が眼目かもしれない。フランケンが天禄と神田を呼びかけてから、五兵は目に見えて焦っていた。毎晩娘の部屋を密かに訪問して、ひざまずき、手類し、合唱して懇願していると、消息通の噂になっていたほどだ。だから俺は舞踏会が綺麗なのさ。と海舟は謎が複雑で見当がつけかねる腹いせに舞踏会の悪口を言った。いわくある人物が一堂に会したのが不思議だな。一堂に会することに不思議はねえのだが、五兵自邸の舞踏会ってのが癖者なのさ。早まったことを言っちゃ新十郎に笑われるかい。おめえの知ってるだけの事件の模様を話してごらんな。後先を取り違えねえように石頭に念を入れてやるがいいぜ。はっ、ありがたき幸せで。虎之助は変なところで礼を言って一膝乗り出して意気込んだ。海舟から知略を借りて結城新十郎や花の屋因果に一泡吹かしてやろうという宿念の魂胆があるからである。そこで石頭に念を入れ、大いに前後に自戒して、
しずしずと語り始めた。この仮想舞踏会は最初の計画では6名間でやるはずであった。坂口安吾作明治開化安吾取物帳舞踏会殺人事件朗読その1。2017年3月坂口安吾作明治開化安吾取物帳舞踏会殺人事件朗読その2。この仮想舞踏会は最初の計画では6名間でやるはずであった。五兵衛は時代の風潮に倣って立派な宴会室を新築し、すでに2、3度使用したこともあるが、閣僚や各国対抗使を招いての大宴会には格が不足だと卑下していた。しかし進める人もあって自邸で行うことになったが、6名間には及ばないが卑下するほどの安建築でないことは五兵衛もないないまんざらではないと心得てもいたのであった。五兵衛の女房厚子は大名家族の娘で27、5歳である。言うまでもなく織江の実母ではない。実母は織江と兄の万太郎を残して病死している。万太郎はケンブリッジ大学に学んで今しも帰郷したばかりであった。今回の仮想舞踏会も表向きではないけれども、内々は万太郎の貴重記念、一人前の日本紳士として彼を世に送り出すのが五兵衛の願いであり、喜びであった。そういう家庭的な私事が、表向きではないとはいえ、実は眼目でもあるから、6名間は遠慮して自邸を使用するのが本当だろうと、五兵衛も次第に考えたのである。織江はその朝厚子の部屋へ呼ばれた。厚子は朝寝で昼過ぎて目を覚まし、みんなと一緒に食事したこともないし、亭主五兵衛のご出勤を見送ったこともない。あなたは今夜の舞踏会でどんな仮装なさいますか。織江はママ母にこう問い詰められて、私仮装なんかしないわ。じゃあマスクなさるのね。いいえ、マスクは嫌い。舞踏会も嫌いなのよ。だから今夜はお友達と乗馬のお稽古に出かけますのよ。あられもないことも言う。厚子は大名の娘だから嫌ってたけく、たちまちお手口にするようにツンととんがって、鉛色の目玉に容器がこもった。あなたの仮装はここに用紙でございます。あなたは沐浴のヴィーナスに仮装遊ばせ、大正名画の画中人物です。万太郎様がご貴重の折テラコッタの壺をお持ち帰りでしたから、もすそを垂らし壺を抱えて楽しい沐浴の場所を探して川辺を歩くかに、さも軽くお歩き遊ばせ。そしてここで厚子は織江を視察するように見つめて、ジャメロス様があなたのお手をお取りでしたら、ジャメロス様は海峡都のサルタンに仮装遊ばしておいでです。ジャメロス様を導いて庭の静かな木陰の芝生へいらっしゃるのがよろしいわ。そして壺の中からウイスキーを取り出して大使様におすすめ遊ばせ。裾の長い寝巻きを着たようなヴィーナスと、毛皮を裸体に巻きつけたようなサルタンと、芝居で主演とは奇怪な話。ピンか何か急所をちょいと外すと、今のストリップ式にどちらも裸になるのはわけがないという段取りに見える。厚子は
よしきや五兵衛の手先ではなかったはずだ。にわかに片棒を担いだかと思うと、大名の娘というものは威張り返って勝手なことを命じるものだ。私はね、壺の中からコブラ出すわよ。いい。織江は大名の娘をにらみつけて、ひらりと体をかばして逃げ出した。しかし、大名の娘ともなれば、先祖代々伝わったる警備の魂。殿意をはべらし、万人をつけ、隠密を差し向ける本能は、後日に至っても失せたことがない。厚子の腹心の女どもが、要所要所に張り込んで、織江はとうとう脱出不可能と相なった。五兵衛はその日、早く戻って来客を接待すべきであるのに、いつまでも戻ってこない。来客が半数近くも来た頃になって、人力車を急がせ、転げ込む横に裏門から戻ってきて、いやはや、幽霊に化かされた。あいつが生きているはずはないからな。汗をふきふき謎のようなことをつぶやいたが、大急ぎに飯を三杯食って、箱根の雲助に糞そぼして、武闘坊会場へ駆け込んだ。雲助だから汗をかいて駆けつける。真に迫った名演技と言いたいが、当人はそれどころじゃない。というのは、来客にも失礼だが、相棒に大失礼というわけだ。すなわち、警視総監の早見正元という大坊主が、雲助の相棒で、山籠を片江に控えて、五兵衛の来場を今か今かと待っているのだ。この大坊主は飲んだくれで癇癪持ちで、礼儀知らずで、泥棒を踏んじばるにはもってこいだが、国際的な社交場へ連れてくると必ず国威を失墜するという念入りの男。そのくせ友人は社交場へ出るのが好きでしようがない。お前社交場へ出ちゃいかんと言われるのが何よりつらくて、悶死しそうな反問ぶりを見せるから仕方なしに招くのである。五兵衛が駆けつけると正元は正式の戸口にいないで、給仕女が料理を運ぶ戸口の陰に籠を置いて、通行する給仕女を呼び止めては趣向を巻き上げて良い機嫌になっている。五兵衛を見ると、よー来た来た、お前先棒を担げ、俺は後棒だ、野郎乗っけちゃいけないぜ、美人美人な、野郎を乗っけると放り出すからそう思え。大変な警視総監があったもの。はらしょーと大坊主の掛け声もろとも、二人は山籠を担いで武闘会場へ踊り込んだ。総理大臣よしきは鎧兜に身を固め、軍配を片手にひどく落ち着いた分祖母であるが、実はチャメロスの方を見てはハラハラ。一体織江城は何をしているのだろう、いつ現れるのだろうと、いても立ってもいられぬぐらい気をもんでいる。チャメロスもないないイライラしているらしいが、それを見てとってまるでからかうかのよぼに、彼のそばから離れず、さっきから話しかけているのは神官に扮装した天禄である。フランケンはと見ると、これはマスクをかけただけ。そして同様、マスクだけの厚子と組んで踊っている。神田正彦も来ているはずだが、何者に扮装しているのか、彼の姿は見つけることができない。よしきはたまりかねて、雲助の五兵衛を呼び止めて、織江城はどうした？未だに姿が見えんじゃないか。は？いや、すでに来ているはずですが、見こぼしておられるのではありませんか？バカな、俺は30分も前から
目を皿にして見ているのだぞ。いや、あんた加減が悪いのか。五兵の額に油汗が浮いている。息遣いが荒い。しかし五兵はちょっと笑って、いえ、カゴを担いで走りすぎたせいです。折へのことは早速手配いたしましょう。彼はフランケンと踊っている厚子のところへ聞きに行ったが、戻ってきて、じき現れるそうです。そうか、それで安心した。よしきも喜んで自分の席へ戻った。織江が現れたのはちょうどその時であった。彼女は厚子の命じた予防に沐浴のヴィーナスにふんそぼし、壺を抱えて現れた。にこやかに落ち着いて辺りを見回しながら、チャメロスの方へ帆を運ぶ。チャメロスに散歩ぐらいに近づいた時、ふと腕に触るものがあるのに気がついて、壺を抱えた左腕を見合った。体を真っ二つに断ち切られたような小さな鋭い悲鳴が織江の口から発した。織江が見たのは蛇であった。壺の中から這い出して織江の腕に巻きついているのだ。織江はばったり壺を落として割れた壺の上、自身もふらふらっと倒れてしまった。人々はどーっと織江の方へ駆けつけた。チャメロスは織江を抱き起こした。人々は蛇を踏み殺した。そして口々に罵り騒いだ。しかしその時、おい、医者も呼んでくれ。大きな銅馬声が起こったのは織江を取り巻いた一群れから遠く離れた一角であった。人々がそっちを振り向いてみると、大坊主の雲助が山かごをおっぽり出してうろぐろしているのだ。国威の小無双が尺八を離してもう一人の雲助を抱き起こしている。加納五兵衛が殺されたのである。警視総監の目の前で。大坊主の青年がともかく警視総監の職分を忘れなかったのは結構であった。皆さん、お静かに、お静かに。何、一番慌てふためいて騒いでいるのはお前じゃないか。しかし青源は一人で大井川の流れをせき止めているような大粗暴な手つきをして、惨事そのままそのまま、由々しき犯罪が起こりましたぞ、惨事そのまま。ご静粛にお願いいたします。医者と探偵が参るまでその場を動いてはいけませんぞ。加納邸が牛込やらいちょぼにあったのは福保中部の幸いというものだ。青源坊主の頼みの綱といえば、紳士探偵結城新十郎を置いて他にはない。紳士探偵は神楽坂に住んでいるのである。青源は加納邸の警備に当たっていた巡査の中から、古田鹿祖というロボ巡査がいるのを知ると大喜び。お前がいたのは何よりだ。ひとっ走り神楽坂の新十郎どもを連れてこい。それ急げ。もっと走れないか、のろまの猛力たがり。そこで鹿蔵は一生懸命走った。彼はもともと結城新十郎好きの巡査なのだ。新十郎に用があると駆けつけるのが役目であった。新十郎は旗本の末孫、幕府の徳川家重臣の一人を父に持ったハイカラ男。陽光帰りの新知識で話の泉の五人分合わせたよりも物知りだ。それに鋭敏進路に徹する大々的な心眼を備えている。彼の右隣に住んでいるのが泉山虎之助であった。町道場を開いているが、警視庁の雇いで巡査に剣術を教えるのが商売の一つである。虎之助はバカの一年、
凝り性であるが、特別探偵に凝っている。心眼を凝らしてじっと考え込むのが楽しくてしようがないという因果な男だ。そこで犯罪と聞くと商売をおっぽり出して現場へ駆けつける。弟子の巡査どもを押しのけて一番前へ出ると、まず深呼吸、へその下に力を入れてつぶさに観察し、静かに心眼を用いる。しかし彼の心眼はやぶにらみと色毛を合わせていた。我が家へ帰ると近隣を集めて見てきた事件を披露して心眼の働きを解いて聞かせる。これが彼の人生最高の喜びだ。ところが新十郎が陽光から帰ってからというもの、彼の心眼に異説を立ててピタリと犯人を当ててしまう。虎之助は残念だが心腹せざるを得ない。推理の見事なこと、人の見逃す急所もついて、どのように感知に長けた犯人も新十郎の心眼を騙すことができないのである。そんなきっかけから新十郎は虎之助の案内で現場へ出かけるようになり、いくつかの難事件を手もなく解決して有名になった。西洋博士、日本美男子、紳士探偵結城新十郎の名はつつうらうらに鳴り響き、新聞の人気投票日本一、警視庁は探偵長に迎えたいと頼んできたが、窮屈な勤めは大嫌いとあってお断りに及んだが、しかし彼も好きな道、雇いという軽い肩書きで大事件の通報一課、出馬して神業の心眼を働かすことになっている。この通報に駆けつけて案内に立つ係が古田鹿蔵老巡査である。ところが新十郎の左隣の住人を花の屋因果といって、ちょっと名の知れた下作者だ。下作者などというものは主として江戸大坂生まれの人間がやるものだが、花の屋は薩摩砲で鳥羽伏見の戦争ではわらじを履いて大刀を振り回して、それ駆け込め駆け込めと上の寛永寺まで駆け込んできた鉄砲組の諸母隊長であった。どういう因果か、この男は小説が好きだ。坂口安吾作、明治開化安吾取物帳、舞踏会殺人事件、朗読その2、2017年3月、坂口安吾作、明治開化安吾取物帳、舞踏会殺人事件、朗読その3。ところが新十郎の左隣の住人を花の屋因果といって、ちょっと名の知れた下作者だ。下作者などというものは主として江戸大阪生まれの人間がやるものだが、花の屋は薩摩砲で鳥羽伏見の戦争ではわらじを履いて大刀を振り回して、それ駆け込め駆け込めと上の寛永寺まで駆け込んできた鉄砲組の小隊長であった。どういう因果か、この男は小説が好きだ。おまけに都会の風が身にしみてぞっこん好きであるから、ご一心になると同僚はみんなカントについて肩で風を切る中で、この男は志を立て、去る下作者の門に弟子入りして大いに道を習い覚えて小説をものにしたところ、下道の世の中見当外れの通ぶりが意外の功を奏して、馬鹿にされされもてはやされてしまったのである。田舎通人、神仏混合、花の屋因果といえば、人力車夫や女中などには水神中の水神とありがたがられて、
身に余る人気を博するに至った。この男がまた虎之助に輪をかけて懲り屋のところへ、特に探偵のことには懲りに凝っている。古田巡査の靴の足をちゃんと覚えていて、この足元が新十郎の門をくぐると素早く身支度を整えて、新十郎の出てくるのを門前に待ち構えていて、さあでは参りましょうとか懐中時計をちょっと睨んで、これは急がにゃなるまいてなぞと頼まれて案内に来たようなことを言ってずんずんついて行くのである。三人が出かけることに気がつくのが虎之助で、慌てて帯を締め直してから、おい待て、待たんか卑怯者。頬張の書生下駄を突っかけて追っかけてくる。新十郎は花のパリで作らせた洋服に細身のステッキ、花の矢も当節の通貨であるから竜とした洋服にハットをかぶり、ステッキを手に、いつも水夫の巻きタバコをくわえている。鹿ぞぼの中心によって勢ぞろいした三人は、やらい町の加納邸へとやってきた。正元は門前まで迎えて、新十郎に固く握手して、日本広しといえども、おはんあるのみ。頼みますたい。心痛のあまり国の言葉で挨拶する。彼の目には事のあまりの重大さが焼きついていて、いたたまれぬほど胸が迫ってくるのであった。何事が起こりましたか。清円は事件を説明して、かようなわけでまことに心外ながら、五平殿はおいどんの目の前で死んでしもうたのです。新十郎は優しい目で彼をいたわって、他の人々は織江城の倒れた方へ駆け去って、残っていたのはあなた方雲菅組だけですね。とんでもない、駆けつけたのはまあ4分の1ぐらいでしょうか。4分の3は自分の場所を動きません。ただ何事やらんと織江城の倒れた方を見ておったのです。あなたは加納さんの倒れるところを見ましたか。まことにお恥ずかしいが、おいどんは織江城の方に気を取られて、犯人と犯行の瞬間を目撃いたしてもおりません。両名で担っておった山籠がぐらぐらっと前へ揺れて傾きおるから、ふと見ると五平殿が胸か腹を押さえて前へトントンと飲めるように倒れるところでした。あの人は豪儀ですから、その瞬間になっても山籠を担った片手を離しません。その時五平殿の不思議な様子に気づいて、横っ飛びに駆け寄りざま、ちょうど倒れた五平殿を抱き止めようとした小無双がありました。両手で抱き止めよったから、手にした尺八が音を立てて落ちましたな。地に網笠を取り寄ったのを見ると、この小無双は油絵描きの田所金次ですわ。今夕の仮装者にはもう一人小無双がおりましてな、これは清少神田正彦でありました。するとそれまで被害者に接近した人はなかったのですか。その4、5分前に総理大臣が五平殿のところへ来られましてな、ちょっと用談がありました。すると五平殿は礼夫人を目で探しましてな、折よく近いところでフランケン大使と踊っておるのを認めまして、そこへ行って一に応答があったようです。五平殿は戻ってきて総理に復命しました。そういえばその時五平殿はなんとなく感触すぐれぬ様子でしたな。新十郎はうなずいて、では現場へご案内願いましょう。
正元は案内に立つ。鹿蔵も一緒に四人が中へ進もうとすると、正元は驚き呆れて虎之助をじろじろ見回しながら、あんたはいかんな。へこびに座し、今夕は各国大使が列席しておりますぞ。あんたは国威を失墜しよるな。自分が言われつけていることも言っている。虎之助はぶっと吹き出して、総監は裸にふんどしですが国威を失墜しましたな。いや、しまった。新十郎は中に立って取りなしてやった。探偵はあらゆるものに変装しますから、そう見ておいたらよろしいでしょう。いや、結構結構。正元は満足して四人を案内する。舞踏場内では人々は壁際へ集まり、真ん中は広々として、その一角の床上に雲助姿の鹿野五兵衛がうつ伏して死んでいる。彼の肩を外れた山籠が彼の死体の一部であるかのように横に転がっていた。新十郎は死体を調べた。五兵衛の桧腹に突き刺さっている一本の小塚、手裏剣に用いるものだ。歯の根元まで突き込んでいるが出血は少ない。虎之助は小塚の方角を目で追って、ねじ曲がって倒れたのでないとするとちょうど核体積の方角だな。何の方角だい？と花の矢が虎之助の心眼に挑戦するが、虎之助はこんな小物は滋賀にもかけない様子。犯人が手裏剣を打った方角だ。田舎通人にはわかるめえが、犯人は人々の注意が織江城に向けられている瞬間を捉えて手裏剣を打ち折ったのさ。だから総監も犯人の姿を見ておられん。総監が気づいた時には被害者は桧腹を押さえて前へ泳いでいたのさ。花の矢は嬉しそうに笑った。お主剣術使いだが真剣勝負を知らないな。幕府には新選組という人殺しの組合があったが、お主はそれほどの人物ではなかったようだ。真剣勝負だは何のこって？手裏剣が絵の根元までぶすり突き刺すものかということさ。人の腹は柔らけえが豆腐に比べてはちと硬いな。虎之助は目を怒らして田舎通人もにらみつけたが、小物を相手にしてはいられない。腕を組んでいわくありげに死体の方へ目を凝らした。手裏剣の刺す力、なるほど虎之助はそれを知らない。しかし誰だって知らないだろう。人間の桧腹ぐらい打ちようによっては刀身いっぱい刺すかもしれないのである。田舎つぶちんの愚論ごときは物の数ではない。桧腹へ打ち込まれた小塚のほかにはどこにも傷がなかった。どこからともなく飛び来たった小塚一本が瞬時に命を奪っている。五兵衛はカッと目を開け、口も開けて何か言いたげに四つん這いに倒れて死んだのだ。横飛びに飛んで抱いた田所金次も五兵衛の言葉を聞かなかった。新十郎は総監に何か頼んだ。正元坊主はいかめしくうなずいて雲助の直立不動を胴間声で叫んだ。万度もの宿女ならびに紳士諸君、加納五兵衛の死の瞬間、すなわち不処母が叫び声を上げた時における皆様方の位置へおのおのお立ちも願います。国威を失墜しないように熱心に言葉を吟味している。そこで一度をめいめいその時の位置へ立ったのを見ると、国家の肘に関係を持つ人々、両大使、吉木総理、天禄、皆
壁際にいて、五兵の倒れた場所からは遠く離れている。探偵たちの注意は一様に小無双姿の神田正彦を探し求めたが、これも五兵と遠く離れた壁際にぴったり寄り添っているのであった。花の矢はいぶかし祖母に清玄に聞いた。加納さんが倒れる前後にこの近辺にいた小無双は田所さん一人でしたか？さよう。その瞬間にこの近くにいた小無双は一人だけのようです。五兵の家族たちも言い合わせたように遠く彼から離れていた。厚子はフランケンと組んで楽隊席の下のあたりを踊りつつあった。そこは手裏剣の飛んできた方向だが、五兵の倒れた場所から四軒ぐらい離れていた。小無双の田所はその中間に最も五兵に接近して位置していた。彼は尺八を吹いて歩いている最中であった。反対側の最も近い場所にいたのが万太郎である。現場から二軒ぐらいのところをちょうど通りかかっていた。そっとなさった御礼舞の方へ行こうとなさったのですね、と新十郎が尋ねると、いいえ、ただなんとなくこっちへ歩いてくる途中でした。私は人々の騒ぐ様子で何かが起こったと知りましたが、妹が倒れたとは知りませんでした。あなたは倒れるお父上の姿をご覧になりましたか？倒れる瞬間には見ておりません。倒れた後に小無双姿の田所さんに抱かれて後の姿を見ましたが。万太郎は自分よりもちょっと年配に過ぎない名探偵に信頼を寄せているようだった。彼の目はじっと新十郎に注がれて、今にも何か言いたげであったが、ふっと目をそらしてしまった。来会者は尋問されることなく、すぐ解散を許された。残ったのは総監と、特に居残りを命じられた学士であった。あなた方は一段高い席におられたのですが、犯行を目撃された方はおりませんか？答えるものはなかった。新十郎はうなずいて、犯人は煙のように人を殺しているようですね。しかし、被害者の倒れる瞬間を目撃された方はいるでしょうね。五兵がよろけて泳ぎ出してから、やがて横っ飛びに小無双が抱きかかえるまで見ていた者が三名いた。被害者が泳ぐ様子をご覧になった時、何をしていると思いましたか？さよう、泳ぐというよりは前の方へうつむきがちにしゃがみ込むように見えましたな、と一人が答えた。他の一人もそれに和して、そうそう、私もそう見たね。おや、あの雲助はしゃがむんだなというようにね。それだけのことだ。別に死の前のどうこういう様子に見えたわけじゃない。しかししゃがみながら胸をかきむしったな。こう何か胸に抱きしめるような様子だった。胸に？腹じゃないのですか？いや、つまり何か抱くような様子です。抱くといったって裸だから抱いてるわけじゃないな。つまり胸をこうこすったのかな。私ははっきり見ました。つまりあれは死の苦しみというのかな。彼らの目撃していたことはそれだけであった。新十郎は学士を返して、女中、下男、書生ら二十数名を呼び集めた。そして何か変わったことに気づかなかったかと尋ねたが、お絹という若い女中が遅く戻ってきた五兵の謎のようなつぶやきを記憶していたほかに変異を見ている者はいない。お絹は顔をあからめながら、はっきり覚えてはおりませんが、幽霊に騙された。
お絹は自分の言葉に笑い出して、ですが本当にそうおっしゃったのです。そしてまさかあれが生きてやすまいなんておっしゃったようです。戻られたのは何時頃ですか？会場の皆様がだいぶお集まりになって後のことでした。急いでご飯を三膳お茶漬けで召し上がって、お急ぎの時はいつもそんなです。一、二分でかっこむように召し上がるのです。そして雲助に扮装を遊ばしてお出になる。三十分も経つか経たぬにあのご様子でした。新十郎は車夫を呼んだ。ご主人は遅く戻られたそうだが、どこへお連れしたのだい？カラス森の湯月でした。何御用かは存じ上げません。ただお帰りの時にまさか人のいたずらとは思われないが、生きているならどうして来ないのだろう。来ないわけはないがなあとおっしゃっていました。湯月のお上に誰それが見えたら使いをよこすようにとおっしゃってたようです。尋問を打ち切って一行が帰りかけると、広間の階段の陰から現れた花のような娘があった。坂口安吾作、明治開化安吾取物帳、武闘会殺人事件、朗読その3、2017年3月、坂口安吾作、明治開化安吾取物帳、武闘会殺人事件、その4。尋問を打ち切って一行が帰りかけると、広間の階段の陰から現れた花のような娘があった。娘はつかつかっと一行の前へ進み出て、大胆に新十郎を見つめて、あなたが大胆って？新十郎はまぶしそうに笑った。犯人はわかりましたか？娘は畳み込んだ。残念ながら手のつけようがありません。新十郎が神妙に答えると、娘の目は燃えるようにひらめいた。私気絶していましたから、お父様の死になさるのを見ておりませんが、ご無双姿の田所様が介抱なすったそうですね。おっしゃる通りです。ご無双にはきっと秘密があるものですわ。昔からそうなんですって。その秘密をお探しなさるといいわ。下男の八吉爺やにお聞き遊ばせ。そう言い捨てると、織江は自分の言葉に慌てた様子で電光石火逃げてしまった。あの方が気絶した霊場ですかい？壺の中の蛇にね、気絶ですかい？新十郎はつまらぬことをつぶやきながら考え込んだ。ふと気がついたらしく、兄の万太郎さんも何か言いたげの様子でしたよ。あの兄弟は何か訴えたいことがあるんですね。とにかく弥吉爺やを呼んでみましょう。弥吉は60に手の届く当家で最古参の使用人であった。病死した織江の実母には積生を持って仕えた忠牧であった。じいさん、ご苦労様だね。困ったことになったな。おめえも心痛のことだろうよ。ところでお嬢さんがおめえに聞いてくれと言って大層を慌てた様子で逃げて行かれたんだが、田所さんという陽光下痢の油絵師にどんな秘密があるのだい？弥吉は新十郎を見つめていたが、織江嬢様が足に引けとおっしゃったのですね。そうだよ、はっきりそうおっしゃったよ。弥吉はゆっくりうなずいて鋭く新十郎を凝視した。では申し上げます。田所様は当家の奥様の丈夫でございますよ。昨日今日の中ではござらん。
田所様の陽光前からそのようでありました。一子良介様もどなたの種やら神仏がご存知でござろう。弥吉の目は火のような怒りに燃えた。そしてきっぱり言い切ると一礼してさっさと行ってしまった。一同はため息をついた。正言坊主、耳の穴をぐりぐり清掃して、嫌なことを聞くな。こげん時には耳がないといいと思う。ああつらい。気の弱い軽視相感があるものだ。帰りかけていた新十郎は何を思い出したか、再び女中部たちの部屋に戻って、お絹を呼び出した。五兵が裏門から戻ってきて飯を三膳囲んで、雲助に扮装して出て行くまでの順を、その場所についていちいちたどっていった。ご主人は酒をお飲みにならないのかね？いいえ、大層ご主でいらっしゃいます。宴会前に茶漬け三膳は妙だね。せっかくの美酒がまずいだろうに。いいえ、御前様には一風変わった習慣がおありでした。重大なご宴会にはご飯を召し上がってお出かけでした。深酔いを避けるためでございます。なるほどね。一流の人物は心構えが違っているね。新十郎が感服してうなずくと、お絹は自分が褒められたようにぽっと赤らんでしまった。美男子というものは得なものだ。今晩はどんなものを召し上がったね？かば焼きやお刺身や鮎や洋食のお料理やいろいろと用意してございましたが、急いでお茶漬けを召し上がるときは梅干しを6つ7つ召し上がるだけでございます。梅干しがお好きで、御前様の梅干しは小田原の農家の古漬けを特に吟味して取り寄せております。五兵の食前へ乗せる梅干しの壺は民の高価な焼き物だということであった。大きな粒の揃った何十年も経たかと思われる梅干しがまだ6つ残っていた。調べを終わって門を出ると、虎之助は喜び膨れる胸の思いにいたたまらぬらしく、花の矢をこづいて、新十郎の後ろ姿をメガボで指しながら、無駄な方角を見ているんだね。見ちゃいられねえな。俺はちょっと失敬しますよ。みっともないね。なんてだらしのない笑い顔をする人だろう。馬が顎を外したような顔をする人だ。おめえさんの方角が見当違いに決まってろ。無駄骨を折りたがる人だ。虎之助は笑いたけを食ったように、だらしなく総合を崩して、お先に失礼。喜び勇んでどこかへ走っていった。新十郎は鹿ぞぼに烏森の湯月へ行って、加納さんが誰に会うはずであったか聞き出してください。それからこれはちょっと難題ですが、加納夫人の素行を総ざらいに洗っていただきたいのです。これを聞くと花の矢は喜んで、それそれ、大先生の心眼がズバリ素行を指すだろうと見ておりました。虎子は田所と睨んでいるのさ。やぶにらみだね。あの人の知恵は失礼だが浅い。私はね、ちゃんと見ていました。あそこをね。新十郎は吹き出したいのをこらえて、あそこってどこですか？ねえ、ほら、あそこんとこさ。先生の心眼がズバリ刺したところさね。私の刺したところってどこでしょうか？やだな、この人は。あなた刺したでしょう。加納夫人の素行のとこさ。ねえ、フランケンですよ。
犯人はこれだ。私もね、手裏剣にしちゃ傷が深い。おかしいなと思ったんだが、西洋の手裏剣たあ知らなかったね。こいつは術が違います。フランケンは大層高男子だが、西洋手裏剣の名取りだろうと睨みましたね。海州の前にかしこまった虎之助は、後先も取り違えないよぼに、念を入れて語り終わってほっとした。さて、それからが問題で、花の矢に花咲きであしらわれたが、無念なことには八つ目の雑言たがわず、彼の心眼は狂ったところを見ていたようだ。狂うはずはないのだがな、まことに面目ない。そこでいつもの例であるが、海州のところへ心眼の狂いを直してもらいに来たのである。虎之助は腑に落ちない顔。御兵に近寄った者は総理のほかにはおりません。もっとも厚子とフランケンのところへ自分から出向いてはおりますが、異常なく立ち戻っております。総理が去って2、3分後にふらつきよろめいて倒れるところを田所が駆け寄って抱き止めましたが、ふらつく前に近づいた者はおりません。総理が去って2、3分、その時織江がそっと押して、万丈の注目がそっちへ向いております隙に、手裏剣をぶった者、田所のほかに犯人はございません。手裏剣の飛び来たった方角に最も近くいた者は田所で、少し離れてフランケンがおりますが、彼の位置は田所に遮られて手裏剣を撃つことができません。倒れる五兵に走り寄って抱き止めたのは、離れていたゆえ刺したのは自分ではないぞと見せる下心。まんまと馬鹿し仰せたつもりだが、八つ目この時尻尾を出しております。ふらつき倒れる五兵を見ていたのは田所一人。人の撃った手裏剣ならば八つ目が見逃すはずはございません。海舟はタバコ盆の下の引き出しからナイフを取り出した。砥石を引き寄せ、水に示してナイフを研ぎ始めた。砥石とナイフは彼のザウの必需品。自分で指や頭のあたりを切って悪口を取るのである。田所を犯人と見た目に狂いがあるとは誠に心外千万ですが、彼の近隣治癒について調査いたしましたところ、彼は幼より成人に至るまで女子にも劣る従弱者で、武術はおろか憲法すらもたしなんだことがございません。まことに困ったことに相なりました。これが嘆きの種である。反問また反問。海舟は研ぐ手を休めて、近藤正彦が小無双だっけな。は、さようで。しかし神田は遠い壁際に佇んでおりまして、フランケンと同国の大使館員と同席、会話いたしておりました。そうだろうよ。海舟はゆっくり研ぎ終えるとナイフを逆手に、後ろ頭をちょいっと切って返しを取り出して悪口を取る。散々頭の悪口を絞ると、次には小指をちょいっと切って返しで悪口を取っている。悪口を絞りながらおもむろに心眼を用いているらしい。海舟はナイフと砥石を片付けて血を吹き吹き、色と見せて別口のあるところが非凡なのさ。虎にはちょっとわかるねえよ。その日になって厚子はにわかにチャメロスとオリエを取り持つようなことをしたというが、これが計略だな。厚子とフランケンはできてるぜ。俺もフランケンには三四度会って話をしたことがあるが、高男子で大層女才がなくて、鼻筋も唇も目も顔全体がみんなうすうすとした矢沢男だな。元相はロベスピエールに似てるぜ。
感想の同じものは魂も同じのさ。日本では斎藤道山が悪賢くって着物できた悪党だが、大層講談師であったそうな。これも目鼻のうすうすしたやさ男であったろうよ。人間のしでかした耳石を見りゃ顔も大方わかるものだ。厚子とフランケンは組んで踊っていたらしいが、さすがに思い切ったことをやる。計画を見抜かれめえと自信があってのことだ。しかし手を下したな、フランケンでも厚子でもねえ。小無双姿の神田正彦、五兵を刺したな、この男だ。海舟はこともなげに言い切った。まだ止まらない血を吹きながら、彼はさらに説明した。小無双姿が二人いたということを忘れちゃいけねえぜ。田所は厚子の丈夫だ。これが当日何者に仮装するかということは厚子に知れている。あるいは厚子が勧めたのかもしれねえや。大方そうに違いはあるめえ。人に顔を見せずに自分の方からは人を見ることができるてえ小無双は、仮装会の人殺しにゃもってこいだな。おまけに尺八と来る。五兵を殺した小塚はこの中に仕込んであったぜ。神田は海賊上がり、俺が船乗りの頃挨拶に来たことがあったが、武道十八般に通じ万事につけて一家の見識のある男だ。金が好きだから海賊にも商人にもなったんだろうが、政治をやりゃ総理は務まる男だよ。人殺しぐれえはキュウリをねじ切るぐれえにしか思ってやしねえ。ひでえやつさ。厚子がにわかにチャメロス側の味方についたと見せかけたな。まず第一には織江に蛇を詰めた壺を持たせるため、第二にはチャメロス、ヨシキら反対派の者どもを織江とチャメロスのことにかかりきらせて注意をそらすためだな。織江が卒倒する。人の注意がそっちへ向いたとき待ち構えていて手裏剣を打ったな、神田だ。ちょうど同じ小無双姿の田所が近所にいたてえのは偶然のことで、やつらの計画じゃ小無双が二人いりゃそれでいいのさ。みんなが踊り回って同じ場所に定着する者のいねえ舞踏会てえものは、特定の時誰がどこにいたかてえことはほとんど見当がつかねえものさ。一瞬ごとに周りの者が移り変わってらあな。神田がその時フランケンと同国の大使館員と壁際で話を交わしていたといえば、それを覆す証拠はねえのさ。誰かがそこいらに小無双を見かけたようだと思っても、小無双が二人いるから心配はいらねえことさ。これが五兵殺しの真相だ。証拠がなくって一味にフランケンもいることだし、ヨシキがうすうす感づいていても犯人を捕らえることはできねえだろうよ。名刹神のごとし、虎之助はただもう緊張、一期一期に心眼の曇りを払い、洗い清めて慎んで退出した。虎之助が海舟艇から取って返して新十郎を訪ねると、花の屋が詰めかけていて新十郎の出動を今か今かと待ち構えているが、まだ潮時ではないと見えて、新十郎は書生の暗号と西洋将棋に没頭している。坂口暗号作、明治開化暗号取物帳、舞踏会殺人事件、朗読その4。2017年3月、坂口暗号作、明治開化暗号取物帳、舞踏会殺人事件、その5。虎之助が
回収艇から取って返して新十郎を訪ねると、花の屋が詰めかけていて新十郎の出土今か今かと待ち構えているが、まだ潮時ではないと見えて、新十郎は書生の暗号と西洋将棋に没頭している。虎之助を見ると花の屋は喜んで、いやーお帰り大探偵、とうとう犯人を見つけなすったね。ははは、貴公の心眼はどうしたい。なーに、犯人はフランケンさ。顔は優しいが、根は西洋手裏剣の使い手だ。しかし、フランケンを見ているとこは、田舎通人にしてはできすぎている。色と見せて別口のあるところが非凡だな。お前には荷が重かろう。そこへ、鹿祖母が疲れ切ってやってきた。この老巡査は、生来至って鈍魂だが、受けた命令は馬鹿丁寧に、あくまで果たしてくるという長所を持っている。昨夜新十郎に命じられたことをほとんど根もやらず駆けずり回って今しも戻ってきたところだ。新十郎の肩へににじり寄って、夕月で待っていたのは中園博士でございます。いや、加納さんの第一番と3年前に行方不明を伝えられている中園ですね。さようです。夕月の狼には複雑なく話しておいてくれましたので、幸い知ることができましたが、その日の昼ごろ、見知らぬ男が中園の使者と処母して現れまして、ただいま品から戻ってきましたが、まだ仕事が完成しておりませんので、姿を現す時期ではないが、午前にご報告だけしておきたい。夕方、夕月へ参りますからとかいう、話があったそうです。加納さんは半信半疑で、中園は確かに用具を帯びて市内へ行く途中ではあったが、深い灘で船が沈んで助かったとは思われないが、不思議なことだと話しておられたそうであります。新十郎はうなずいて、なるほど、多分そんなことだろうと思ってはいました。そして中園は夕月へ現れましたか。いいえ、今もって現れておりません。そうでしょうな。そして多分いつまでたっても現れはしますまい。それから夕月の分はそれだけですが、厚子の素行につきましてはまことに難題で、田所のほかにはなかなか正体がつかめません。しかし大体そこについては悪評がありまして、フランケンとは近頃特に年頃だということを噂しているものはございます。散々歩いて突き止めたのはようやくそれだけで。新十郎はにっこり笑って、いつもながらあなたには感謝しますよ。正確無類に私の足の代わりを務めてくださるからです。おかげで私は西洋将棋を楽しむことができますよ。足が自分で歩いたってあなた以上に聞き出すことはできますまい。ではそろそろ出発いたしましょうか。虎之助は有頂天に喜んで、口元から自然にほころびる笑みを抑えるから、おや、どちらへ。加納家へ参りますよ。とうとう我慢ができなくて、虎之助はゲタゲタ笑い立てて、おや、あんなところへ何御用で。さては泉山さん犯人を見つけましたね。お恥ずかしいが、おそまきながら私はこれから犯人を突き止めに出かけるのですよ。こう愛想よく新十郎におだてられると、虎之助はもう我慢ができない。柱に寄りかかって背中をねじくりながら、ゲラゲラゴロゴロと喉の中をスポンジボールが転がるような奇怪な音を発して止めどなく笑い崩れている。新十郎は暗号に命じて、おめえは風巻先生をご案内して後から加納家へ来るように、
先生は待ちかねていらっしゃるだろうよ。こう言い残して四人は連れ立って加納家を訪ねた。早見正元は今日はちゃんと警視総監の制服を着て部下を引き連れて新十郎の到着を物々しく待ち構えていた。制服を着せた姿は国威を失墜したことなどはとんとなかったように凛々しく見える。新十郎を見ると進み出て握手して、杖とも柱とも頼み申しておりますぞ。この犯人のあがらんことには政府は潰れる、日本国中人心動揺、わあつらい。その責任がおいどんにかかっているとはひどいことになるもんだな。犯人は見つかりましたか？多分犯人がこの邸内にいるという証拠を見ることができるでしょう。しめた。正元は感極まっている。新十郎はまっすぐ台所へ行った。浮犬を呼んで昨日見た梅干しの小さな壺を出させた。彼は中を開けてみたが満足して蓋を閉じて、この壺をいじった人は誰だね？誰もいじるはずはございませんが、どうかしておりますか？本当に誰もいじらねえね。決していじるはずはございません。それを入れておく戸棚は御前様専用のもので、今日は戸棚に手を触れたものはなかったはずでございます。そうだろうね。ところがたった一人この壺をいじった人がいるのだよ。この中の梅干しは昨日は6つ残っていたが、今日は8つになっているよ。お絹は驚いて顔色を変えた。新十郎は慰めがもに、なーに、おめえに悪いところはねえのさ。ところで梅干しの大きな壺はどこにあるね？御前様のものは全部同じ戸棚にございます。戸棚を開けると一番下に梅干し用の大壺が4つもあった。それではお嬢様にお目通りさせていただきましょう。彼らは織江の居室へ導かれた。新十郎は丁重に挨拶して、昨夜の不快を思い出していただいては恐縮ですが、お嬢様が遅れて会場にお出になったについては何か理由がございますか？理由と申し上げるほどのものはございませんわ。ただなんとなく気が進まなかっただけ。できるだけ遅く、できれば出席したくなかったのです。するとあの時刻に出席すると打ち合わせた人も迎えに来た人もなかったのですね？ございません。一存で見計らって出て行きましたの。迎えなんか来たって打っちゃっとくわ。たまりかねて遮ったのは虎之助である。その嘘は通りませんぞ。あの時刻にあなたをあそこへ出るようにした人物がいたはずでござろう。よくこの目をご覧なさい。この拙者の目を。新十郎がぶっと吹き出して虎之助を引っ込めようとする矢先、虎之助はけたたましくわっと叫んでひっくり返っていた。織江がそっと手を後ろへ伸ばして机の上のクジャクの羽を握りしめて彼の目の中へ突っ込んだからである。新十郎は虎之助を抱きぼこして、誰もお嬢様に命じたものはなかったのですよ。つまりあの時刻にお嬢様がそっとをなさったのは偶然なんです。お嬢様がそっとをなさらなくても加納さんはあの時刻にあのような最後を遂げなさる運命にありました。これがこの事件の眼目なんです。私はそれを昨夜から確信いたしておりました。お嬢様ありがとうございました。おかげで犯人を捕らえることができましょう。織江は一方ならぬ信頼を込めてじっと新十郎を見つめたが、いつ捕らえなさるの？30分ぐらいのうちに捕らえることができましょう。お嬢様も犯人の名をご存知でしょうね。
織江はきっぱりとうなずいた。二人の若い美男美女がいかにも親しげに心の寄り添う様を見て、虎之助は不服満々。とんでもねえ、ゆきさん。ああ、色の道ほど恐ろしいものはねえな。あなたほどのお方もころりと参ると、心眼も曇るどころか、まるでそれじゃ真犯人の関係に乗せられるばかりですぞ。新十郎は虎之助をなだめて、いいえ、美しいお嬢様をお見かけしてから、わしの心眼はずんとさえを増したのですよ。にっこりしてこう言うと、思わず新十郎はぽっと赤らんでしまった。それを見ると、織江もぽっと赤らんだ。そこへ使者が来て、ただいま風巻先生がお着きですと伝えた。新十郎はきっと緊張して、あ、すべての謎が解ける時が参りました。お嬢様も一緒に広間へ参りましょう。一同は五兵の遺体を安置した広間へ行った。親類縁者五兵の世話になった者、多くの人が詰めかけている。新十郎は風巻先生と挨拶も交わして後、それでは風巻先生に死体を見ていただきたいと存じますが。風巻先生はヨーロッパで研究を積んで近代医術を身につけた西洋医学の大家であった。新十郎は棺の蓋に手をかけたが、いや、これはどうしたことだろう。もう今から棺の蓋に釘を打ちつけてあるが。カレーが進み出て、他の場合と違いまして、ご変死のお顔に対面は御前のご名誉に傷をつけるようなものとの奥様のご希望で、今朝ごく近親者だけの対面を済ませますと蓋を密封いたしましてございます。風巻先生に調べていただく必要があるのですが、奥様のお許しを得て蓋を取っていただきたい。また奥様にも立ち会っていただきたいものです。カレーは厚子の居室へ行って厚子を連れてきた。厚子はやつれ気味にちょっと痛ましい様子であった。新十郎はそれをいたわって言いにくそうに、では奥様、蓋を開けますがよろしゅうございますか。どうぞ。釘を抜き、蓋を取り払う。いろいろの詰め物も取り去り、死体の衣類も取り払って、風巻先生は目や傷口や死細に調べ終わった。先生は新十郎を振り向き、一見して毒死の兆候歴然です。使用した毒物はわからないが、刀傷によって死んだものでないことは確かのようです。すると加納さんが前へトントンと泳がれて、胸をかきむしるようにしてしゃがみ込むようになすったのは、刀傷によるのじゃなくて毒物の作用によるのですね。まあそうでしょう。日払い小塚を打ち込まれた時にそんな泳ぐようなことをするのも妙でしょう。叫ぶとか振り向くとか、それとは多少違った反応がありそうなものだ。いやあ、ありがとうございます。おかげさまで事件の全貌がはっきりいたしましたようです。どうしても毒死でなければならないということ、小塚を差し込んだのは毒死をごまかす手段に相違ないということは、昨夜から確信いたしておりました。毒死と知れては犯人が邸内にいることが見破られやすいからでしょう。多数の方々はお嬢様がそっとなさったのを、ある人の差し金で定められた時刻のようにお考えのようでしたが、この時刻はお嬢様が勝手に選んだもので偶然に過ぎません。ある人の差し金で定められた時刻とは、加納さんが幽霊から使いをもらって夕月へ引き出され、どうしても会に遅れて規定せざるを得なかったというからくりにあるのです。これは加納さんの性癖を
よく知り尽くせる者のみの成し得ることです。つまり、加納さんは重大な宴会前には食事して出席すること。急いで食事するときには、茶漬けに梅干しだけで2、3分でかっこむことを知り抜いた者の企んだことです。なぜなら、犯人は加納さんに大急ぎで梅干しを食べさせる必要がありました。その梅干しに毒が仕込んであったからです。虎之助は大不満、鼻を鳴らして。そんなことがありますけ。お嬢さんがそっとしてそっちへ人々の注意が向いた隙を狙って小塚をぶち込んだのさ。その隙がなくっちゃ小塚をぶち込めるものですか。新十郎はにっこり笑って、小塚は手裏剣で投じたものではないのです。犯人はやがて毒が回って加納さんがふらつき倒れることを知っていました。彼はその時を待つために加納さんについて回っていたのです。毒が回って倒れかけた時、飛びついて解放すると見せて小塚を腹へ差し込むために、小塚はコムソウの尺八の中に隠してありました。あっという叫びが起こった。人々は総立ちになったが、花の矢と鹿蔵がやけに田所に組みついてひっ捕らえたところであった。田舎通人、神仏金剛、花の矢因果と三輪八つしても、元は鉄砲組の小隊長、小葉伏見から上野寛永寺までバカズボ踏んだ覚えの腕は相当なもの。ところをひっ捕らえて、まるで自分が推理して捕らえたように大満足、似たり似たり喜んでいる。田所は後ろ手に取られ、すでに観念して目を閉じていた。新十郎は人々のざわめきの静まるのを待っていたが、利口な犯人でしたよ。犯人は当夜主だった人々の紛争をあらまし知っていました。無論神田正彦さんが小無双になるということも、あるいは神田さんが小無双姿に仮装するようそれとなく進めたのは犯人であったかもしれません。尺八に小塚を隠して加納さんが毒に苦しみ始めるまでついて回るのは既定の計画でありましたか。そして二人の小無双がいることによって常に一人が加納さんをつけているのを紛らすことが必要でした。そして田所を小無双に変装させて自分は梅干しに毒を仕込み加納さんを偽って夕月へおびき出したのです。人々はぎょっとして目を合わせた。花の矢はいぶかしんで、すると他に真犯人がいるのですか。小塚を刺したのが致命傷でないそうですから、毒を仕込んだ人の方がもっと大物の真犯人と言うべきでしょうか。では真犯人のお部屋を訪問いたしましょうか。しかし、新十郎はとっくに敦子が立ち去ったのを知っていた。そしてそれから何が起こったかということもおぼろに見当がつけられるような気がする。あの気性の女は細川ガラシャとラッキのお百を一緒にしたようなものだ。見破るものがなければ万太郎も殺されて溥儀の子良介が家督を継ぐことになったであろう。居室には鍵がかかっていた。扉を破って人々が入ってみると、敦子は一子良介を刺し、自分も懐剣で喉をついてこと切れていた。立派な最後であった。海舟はナイフで悪口を取りながら虎之助の報告を聞き終わった。ふーん、そうけ。その場に行ってみなくっちゃ毒死というのはわからねえやな。あれは一目でわかるものだ。する程度推理はそうなる。いつもながら新十郎は見事な手際だ。小無双は二人いなきゃならないということ、塚は尺八に仕込んでおいたこと、これは俺がちゃんと見ていたことだ。
虎之助は改めて海舟の恐るべき心眼にただもう感服、ことごとく緊張をして我が心眼の曇りを清めているのであった。坂口安吾作、明治開化安吾取物帳、舞踏会殺人事件、朗読その5、これにて全巻読み切りでございます。2017年3月